政府は野田政権が重要政策の司令塔と位置づける国家戦略会議の設置を閣議決定し、乱立していた18の会議を廃止しました。廃止する会議は新成長戦略実現会議や社会保障改革に関する有識者会議など、菅政権時代の6つ、鳩山政権時代の2つ、自民党政権時代の10の会議です。中にはアフガニスタン支援会議など1回しか開催しなかったものも3つあります。これまで民主党政権では個別の政策ごとに会議が乱立し、実質的に機能していなかったため、今回整理した上で国家戦略会議に集約しました。また今後、総理大臣をトップとする新たな会議の設置は真に必要なものに限ることを閣議決定しました。